大学時代京都にいた頃の話です。入学したての頃のこと、当時は白川通り沿いにアパートを借りて住んでいたのですが、夜中の12時くらいになるとドアのノブが外からガチャガチャと回す音が聞こえるようになりました。初めは酔っ払いか何かとも思っていましたが、1週間ぐらい連続でこれが続くので少々うんざりしていました。ある日やはり12時頃にガチャガチャっと音がしたので、すぐに玄関に行ってみた。するとそこにはドアノブの音は止んで、今度はスチョンスチョンと妙な音が鳴っていた。ドアの鍵、サムターンという楕円形のやつがビクビクと動いているのです。よく見ると郵便受けの方から白い異常に細長い腕のようなものが伸びてサムターンに触れており、その白くて長い腕によってサムターンが会場の方向に回りそうになって途中で力尽きてまた戻る。この時スチョンスチョンという音がしていたのです。白い腕は何者なのか、誰がドアの向こうにいるのか、その時の私には怖すぎてそれを考える余裕は全くありませんでした。ただドアノブをガチャガチャ回していたやつが鍵がかかっていて開かないので、今度は鍵を開けようとしている。そう理解した私は思わず大声を上げてしまいました。すると白い腕は消え、サムターンの動きは止まりましたが、私は朝までドアを見張っていました。次の日から私は普段かけなかったチェーンロックもかけるようにしました。その日は夜に何もありませんでしたが、その翌日の深夜12時、私は不意に妙な音を聞きました。ガランと玄関の方で音がしたのです。チェーンロックが外れた音だ。私は慌てて玄関に突進、するとそこには先日同様白い長い腕とスチョンスチョンと音を立てて動くサムターンが。今にも90度回転して開錠しそうになっているサムターンを見て、私は大声で誰だとわめきました。するとサムターンは動きをやめました。私は翌日から同じアパートの2つ隣の先輩の部屋に転がり込んで寝落ちし、また不動産屋に新しい物件の紹介を頼みました。引っ越しが翌日に迫ったある日、深夜の12時ごろ、先輩と一緒にコンビニで買い物をしてきたのですが、ドアを開けたまま先輩と喋っていると、私の元の部屋のあたりからガチャンと音が。誰かが今ドアを開けて夜中の12時に私の部屋に入ったのだ。先輩も本気で怖くなり、その日は2人で飲んで朝まで騒ぎました。翌日は引っ越し屋に荷物の運び出しも全部やってもらって、まあ、入ってすぐなのでほとんど荷物はない。その部屋には二度と入りませんでした。先輩とはその後卒業までその話をすることもありませんでしたが、京都のあのアパートは絶対に何かいたと思います。部屋のいわくとかは不明です。